がん検診と言ったら何でも受ければよしというものではない。技師の未熟さ、放射線被曝の危険、高齢者には命取りになることも。自治体の検診は無意味ではありません。ただそもそも検診はスクリーニング検査といって、健康な人の中からがんが疑われる人を一定数すくい上げ、ふるいにかけるというのが本来の狙いですから、 100% 漏れなく拾い上げるわけではありません。それを承知した上でがん検診を受けることの利益と不利益を確認しておくこと、体への負担といった不利益の方が大きくなる検査はあえて受けない選択肢もあります。そう語るのは国立がん研究センター検診研究部部長中山富夫氏。では私たちは何を目安に検査を選択すればよいのだろう。そこで参考になるのが厚労省が取りまとめた受けた方がいい、受けなくていい検診のガイドラインである。がん検診に適すると評価されている胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がんについて、中山氏を代表とする厚労省の有効性評価に基づくがん検診ガイドライン作成チームが慎重に検討を重ねた上で、対象者の適正年齢、推奨グレード、AD、科学的根拠を検討中の I、そして受けることによる利益と不利益を定めたものである。このガイドラインは何でもかんでも受ければよしとする風潮のがん検診にブレーキをかける意義もあります。中山氏、医科道 A、B は概ね同じ評価で有効性が高い。 C は受ける利益もあるが、それと同程度の不利益もある。 D は受ける利益がないと評価された検査。 I の評価となっている検査については科学的評価が定まっておらず、今後ランクアップして A になる可能性もあり得るものだ。中山氏と共に、ここでは肺がん、子宮頸がん、乳がんの検査を見ていこう。肺がん、胸部 X 線検査と核胆検査は概ね問題なく、1年に1度の検査が推奨されている。注意すべきは CT であると中山氏は警鐘を鳴らす。人間ドックでは CT は当然のように行われていますが、線量が多すぎることで放射線被曝の問題が生じます。世界中の流れでは喫煙者には行うべきではないとも言われています。また技師の技術不足も挙げられる。施設によっては技師が医療機器を扱いきれていないことが大問題です。体への負担を気にせず放射線を大量に浴びせてしまうことがあるのです。大きな病院では線量を患者さんにきちっと提示するところもありますが、告知せずやりっぱなしの医療機関も多く、線量の提示は普及してはいません。内視鏡の場合、本人にしんどいという自覚があるが、 CT を受ける場合はどれだけ被曝しても自分ではわからないので危険だ。毎年受けるのはかなり害がありますから慎重に。受けたとしてもその前にどのくらいの線量を使用するか確認しましょう。子宮頸がん、細胞診は一定の利益が認められている。従来法、液状検体法のいずれも20歳以上なら2年に1回受けることが目安となる。世界で最も広く行われている検診なので推奨できます。子宮頸がんの原因となるウイルス HPV、ヒトパピローマウイルスに感染しているかどうかの検査については、今は推奨グレードが I となっているが、推奨するに改定するかどうかの議論が進行中という。今後の行方に注目したい。乳がん、40歳から74歳を対象としたマンモグラフィー単独法と、64歳までのマンモグラフィーと視触診の併用法については推奨するとしているが、その他の検診については推奨しないとの結果。
特に若い女性は乳腺のタイプによっては発見困難なこともある。40歳未満の女性の乳房で乳腺組織が多い場合を高濃度乳腺、デンスブレストと言います。こうしたタイプはマンモグラフィーでは全体的に白っぽく塊のように映ってしまい、がんがあっても発見しにくいという難しさがありますと、中山氏が解説するように、40歳未満の人についてのマンモグラフィーの単独法及びマンモグラフィーと視触診の併用法は推奨グレードは I となっている。今後、このタイプの乳腺の女性の検診についても検討を重ねる必要があります。超音波検査、エコーについては、独英技術によって診断結果にあまりにもばらつきがあるので、欧米諸国では信頼性の低い検査とされている。